バカな。びっくりさせんなよ。マジで切られたと思ったじゃねえか。なぜ立っていられる、レーゲンさん。その刀、やっぱり偽物だったんだな。プラスチックの感触だった。だとすると、さっき床を切ったのはどんな細工があったんだ。おいおい、どうした急に。なんかいつものあの人だ。ならば次は首を落としてやろう。いて。え、あのな、チャンバラ遊びに付き合えるほど社会人は暇じゃねえんだよ。さすがに影山くんの師匠というだけある。桜井、そこどいて。ジャーディーちゃん。うわあ、悪霊か。おい、モブ、なんとか。あれ、やけに軽いな。ぬいぐるみ。ゆるキャラか、てめえは。ああ、すまん。着ぐるみを破くつもりは。え、レーゲンさんって本物。中心呼んで。まずい、囲まれてる。なんだこりゃ。最新の立体映像ってやつか。何がしたい。全て無力化だと。化け物か、この男は。なんてことだ。まだこんな実力者が世の中には存在するのか。消さなければ世界征服の邪魔立てをされては困る。あ、さてはお前も何か手品使ってたな、ペテン集団め。出してみろよ、さっきの黒い玉。なんてカスだ。大丈夫なのか。大人に任しとけ。なんか体の調子がいいな。やっぱり師匠はすごいな。逃げてもいい。その言葉を聞いた瞬間、モブの中でいびつに膨らみ爆発したエネルギーは行き先を変えていた。人の言葉が与える影響は時折計り知れない。力を持つ者は戦わなければならない。その責任がモブの橋を崩していた。しかし、誰かがそっと手を伸ばすだけで心の解決につながることがある。結果、一時的にモブの持つ全エネルギーが霊源に丸投げされた。実質逃げおおせたのである。晴れやかな気分で。心にあるのはただ一つ、死への感謝。本玉か。筆の間に全てを飲み込み消滅させてしまう黒玉。この男、あろうことか素手で。なんだ、さっきまで逃げていた男に何が起きた。私も体を張るしかないね。500キロタックル。一トンパンチ。二トンギロチン。おい、まだ意識はあるかな。君がどんなに強い超能力者でも優れた超能力者とは言えないね。なぜなら支配欲がないから。そんなに強いのに無名なのは力を隠して生きてるからでしょ。私は違う。常に向上心を持ってる。もっと上に行きたい。世界中をこの手で。OK、 上乗ったまま喋んじゃねえよ。なんて密度のエネルギーバリア。そうか、さっき黒玉が破裂したのは巻き込もうとしたエネルギーが大きすぎて容量を超えたんだ。ありえない。何者だ君。それとだな、人と話すときはガスマスクを外しなさい。そいや、